アルブレヒト・コンラット・サル、アルブレヒト・コンラート・テイアは、ドイツの農学者である。略歴ブランデンブルク州のリューデルスドルフに生まれた。祖父は、近代農学の父と称せられるアルブレヒト・ダニエル、テイアで、父親も農学者である。1846年から、ハイデルベルク大学で、自然科学を学び始め、1847年に、 祖父が創設したメグリン農学アカデミーに移り、1848年からベルリン大学で学び、1851年に動物学の学位を得た。2年間、イギリスとスコットランドで農業体験をして父親の屋敷に戻った。1859年から1861年の間、メグリン農学アカデミーの教師をした後、1860年に ベルリン大学で教授資格を取り1861年からベルリン農業訓練研究所の講師1866年から准教授を務めた1871年からギーセン大学の教授となり農業研究所長も務め1901年に引退した1884年から1885年の間ギーセン大学の学長を務め 1896年に、数密古文館の称号を得た。多くの著作を行い、主張は1871年の大、ランドボーイセンシャフトオストユニバーサタッツディストシプレン、や1877年のシステムデア、ランドワースシャフトなどである。猿は、植物の学名で命名者を示す場合に、アルブレヒト・コンラート・テアを示すのに使われる。ありがとうございます。